さあプレゼントでさもらったさこれ何これヤヌハン何これなんか冗談かと思ったよ。うんまあいいや別にこれはいいのよ。私が今日やりたいのはこれではなくそうこれよ。見てクリアって書いてあるでしょ。クリア濃厚してないの石ね。2個とか使っちゃってんの。本当はとかじゃなくて使っちゃってんの。ダメなのできないの濃厚できないの3回やったかな。ちょっといろんな組み合わせでいろんなチーム作ってダメ3回とも石2個ずつ使ってる。超やばいよね。でもねもうあとちょっととこまで来てダメだったりするともうねやっぱね我慢できないよね。そりゃしょうがない。これねダメなのできないの。 SR 以上のピッコロと魔人ブーアクが必要なわけでしょ。でそこがネックになってくるんだよね。このねパーティー全部見ようか。私の中でピッコロさんとブーの悪いやつで SR 以上 SSR でもいいってことか。んとりあえずまあこの2人しかいないんだよね。本当はさほら私ベジットさん持ってるじゃない。だからフレンドさんでもベジットさんをお借りしてベジットサンドしてがいいですよって教えてもらったんですけど、なんせピッコロさんもブーさんも技属性だからこうね青い人たちを強化してってもあの人たちに気力が全然入らずに全然打てないっていう結果に終わったんですよ。うんそうここにねいればねよかったんだけど残念。このピッコロさんは正直そんなにはあれだったかな良くなかったかな。うんそんなに攻撃できなかっただからこの人置いてってもいいかなってちょっと思ってる。うんただねこのブーちゃんの方これはねすごく良かった。うん十何万とか食らったかな食らわせたかなわかんないけど、とりあえずこの人はね、あとほら、回復してくれるじゃない。だからね、そこがすごく良かったから、彼はね、置いていけない。この彼で、ね、全員の記録プラス3にして、じゃないと、将軍様で、紫さんブルーだった。やだ、色間違えちゃった。あれか、軍曹か、あれは。紫と、なんかそんなんだったよね。そうだ、総長か。ちょっと分かりづれえぞ。そう、ブルー将軍。ブルー将軍にも打たせなきゃいけないじゃない？亀裂させたいから。うん。ああ、そっか、紫を連れていけばいいってこと？いやでもベジットサンドじゃないから意味ないね。よしそうでこれなんだっけ名前忘れちゃうな。バーダックさんだ。そうだなんで忘れちゃうんだろう。バーダックさんで必殺技を封じる。うんあと一人ピッコロさんの代わりになるの誰にしよう。ピッコロさん連れてくかね。どうしようずっとこれでやってんのよ。さずっとでもない2回これでやったんだ。うん、これでいこうかな。ねえ、まあいいや、行ってみよう。ちょっとね、濃厚も多分できない。まだ一回もしてないもんだって。できるわけがない。これね、いっぱいね、気力をね、貯めていけばね。お金のとこばっかだな。嘘でしょ？
ここはいらないな。なんかいまいち、あんまりいい感じじゃなかったぞ。もうね、最初からってことなんだよな。困る。このまま行くか。どうしよう、いきなりあれ撃たれたら。ピンとこうかな。あ、ダメだ。そっか、この二人を話すわけにはいかないんだね。いっか、これでいくか。そうしよう。まず必殺技撃たれたらもう終わりだ。諦めよう。みんなでこの、技の、こいつを狙おう。うん。やばい。もうやばい。よかった、そんなもんで。超怖いし。あ、いいのか。あ、気絶しなかった。くっそー。マジか。ケチだな。いいじゃんかな。やばいな、そうなると。むむ。待てよ。やばい、私あれなんだ。HP すごく低いね。ああ、どうしよう。ああ、どうしよう。待って、回復。もう早いよな。しとこ、怖い。早い。こんなに早く使うとは。ちょっとやばい。まずいぞ、これは。この人いるな。足りなくても打てる人だよな、確か。そうだよね。あー、怖い。狙う人指定するの忘れた。そこじゃないんだよな。気絶させんの。気絶じゃないや、必殺技封じんの。いやー、あー、だってほら、せっかく封じたのにこっちだったよね、封じんの。やっちゃったよね。そういうとこあるよね。怖い。またやられそうだな、すげえ。撃ってこないことを祈るか。よし、やろ。ああ、撃たせらんないな。しょうがないな。全然ダメじゃん。ふーちゃんどうせあれか、技だしね。よし、もう一回いけ。よしよしよし、よし。やっぱ私ゴジータさんいないとダメだな。
ここも手こずんだよな、すげえ。あー怖い。2人はもう打てるんだな。わお、結構やられましたな。大丈夫？あ、大丈夫。すごい。自滅してお願い。した？したね。あ、よかった。はてはて。でね、気絶されるとあれか。ベジットさんのあれだね、良さだね、出せないよね、怖いもんね。まあいいか。今あれだ、ブルー将軍3番目に置いたから、次からはあれだよね、バーダックさんの封じの後にベジットさんになるよね。まあいいか、よくわかんないぞ。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。要はここじゃないんだよな、次のステージなんですよね。これまず封じてのだよね。ここあれだな、戻しとかないとやばいね。やばい、ここまでで回復2個も使っちゃってる。待てよ、そうなるとルーちゃんが回復してくれるから3番目ぐらいの方がいいか。すでにみんなが食らったのここで回復だな。よし頑張れよ。敵屋さんいくつで受けんだろう。これで受けるかな。受けなかったらどうしよう。撃てた撃てた。取っといてもいいかな。あ、こっちだな、こっちだな。危ない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 。古い将軍残しとかなきゃいけないね、紫の木玉はね。やめてよ、結構食らっちゃうんだよね。これ少し戻るでしょ。あら、あんまり戻んなかったかな、戻ったかな、まあ、いいか。よしよしよし、これで撃ってこない状態でのオクラだな。足りるよね。ちょっと使う。ちょっとずつしか受けないよね、ベジットさんは。待てよ。ブルー将軍が紫なのに受けるのは、もし気絶しなかったらやばいね。かけてみるか。気絶するように。いやー、ここ話したくないなー。よし、一か八かだな、行こう。
ほら、こんなにいっぱい気玉使ったんだから気絶させてよ。あんまりだな。ここで行け、ここで。もう一回行け、もう一回行け。うんうんうん。頑張れ頑張れ頑張れ。ルージョンの手を煩わせないようにこの二人で。行けたー、よし。うん。怖いなー、こっからなんだよなー。ああ怖い。ああどうしよう。やばい、めっちゃ来るじゃん。どうしよう。遅らすか、一回。一回遅らそう。で、ここで必殺技を封じておいて、のベジットさんでいっぱいやってもらおう。そうだな。うん。あ、どうしよう。次。ああ。やばい、まためっちゃ時間かかってるな。一番食らうのはどこだ？あーでもなー、あーでもなールーちゃん、ルーちゃん3番手に置きたくないな。いやでもここ離したくないよな。ちょっと待って、一回あれだな、テープチェンジだな。これで行くか、しょうがないか。ふーちゃんがなー、でも話したらなー。もうゴジータとベジットさんのね、相性がなんかすごくいいね。うん。よし、行こう、このまま。残念だけど。待てよー。お、確定した。ちょっと待って、ちょっと待って、考えないと。大丈夫かな？え？いけるかな？どうしよう、回復しといた方がいいかな？一か八か行くか。ね、行こう。最後ブーちゃん自分で回復してくれるかもしれないしね、自分の分を稼いでくれると信じていこう。お願いしますよ、お願いしますよ。私は最初からずっと本気だよ。はい、あ、よし、本気、お願い、本気出して。でもね、技だからね、相手がそんなもんだよね。思ったより食らったね。あ、思ったよりダメだね、いけないね、全然ダメだね。これやばいかもしれない。いくら、あ、やばいかも。自分で回復して、お願い、お願い回復して。よしよしよし、いい子だ、ふーちゃんいい子だよ。自分の分の HP を自分で回復する、素晴らしい。うん、あ、よかった。危ねえ、マジ危ねえし。あー、なんか気絶したよ、しも
その時は一人しか来ないんだね。まあいいか、まあいいか。うん、すごくいい。これさ、ほら、2回ずつチャージ6だからね、6チャージだから2回でこの変身しちゃうわけでしょ。そうするとこの気絶とか必殺技風知がなんつうの継続されないからね、残り3チャージの3番手にこれ必殺技とかっても全然意味なくなっちゃうの。もうやめてほしいよね、あれほんとひどい。このパターンで来るのいいよね。この流れの伸ばしたくないよね。待てよ。あ、どうしようかな。気絶してて来ないわけでしょ。あー、どうしようかな。こっちにしようかな。もう一回気絶してください。ここに行こう。よし、頑張ろう。でも今気絶してるから、これで気絶させたかどうか分かんないんだよね。これ何かね、分かるといいね。いけー。うん、あ、いいんだよね。そうそうそう。あ、気絶してんじゃない。してる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 。いい子だ、いい子だ、いい子だよ。あ、でもあれだよね。ここはね、必殺技封じだけにして、相手が力だから、ベジットさん、仕返しで結構いけたはずだよね。残念。あ、でもスキル発動してるから、鉄コロさんかブーじゃないとダメか。ダメだね。じゃあいい、じゃあいい。これでいこう。まあいいか。打ってもなあ、あんまり食らわないからな。なんか打たせんのもなって気になっちゃうよね。ゆうたさん頑張ってくれないかな、少し。ぼちぼちかな。やっぱりウーが一番だな。全然減らない。全然減らないよ。もう疲れちゃったよ。よしよしよし。全然よしよしじゃないな。どうしよう。待って。気絶しなかったら危ないな。3人も来んのか。ピッコロさん絶対受けらんないよな、これ。気絶するかな、しないかな、どっち、どっちだと思う。どうしよう。ワテ使っちゃうか。悩む、どうしよう。エンマ？エンマにしても多分ダメだよな。待て待て待て。退屈しよう。うーがいたけど。今いいや、これでいこう。うん、ブーが打てないか。まあいいか、しょうがない。
チートしてくれよ。いけません。どうしよう。超迷う。だからぶっけー、他にしたところでダメだよね。あー、どうしよう、こっちにしようかな。これしたところで打てるか分かんないよな。打てないな、多分。諦めよう。やばい。うわ、やば。起立してお願い、ここをお願い、コストさんが。してない。あ、私ここでやられんじゃん。3人来るでしょ。あー、もうやだなんで気絶しないんだよ、大事なところで。嘘。でも全然マグだもんな。やめよう。やめよう。そうだよね、濃厚じゃなきゃ意味がないね。うん、やんないよ。どうしたらいいんだろうね。あー、わかんない、わかんない。誰か私と同じあのピッコロとブーがこれしかないみたいな人いないのかな。みんな誰で戦ってんの。ちょっと私のボックス見て。いないよね。ピッコロさん、ピッコロさん。ああ、ブーは絶対こっちの方がいいよね。丸に気絶させるんだ。させてくれてねえな。運の回復はすごくいいね。この人なんだっけ、なんかメダル集めてもらえるみたいなやつだっけねえ。いまいちなんだよな。私のピッコロさんの方こんなんでしょ。でもこれ多分 R 上がりの SR だもんね。ダメだよね。これもそうだよね。これあれか、 SSR になれるのか。これからまだなれるのか。でもなんか違うよな。違う、大体同じ技だもんね。意味ないね。ちょっとダメそうだね。うん、ダメ。ないよ。いないいない。頑張れない。頑張れないよ。あ、違うじゃん。ちょっと、ダメだ。ちょっとわからない。勝てない。濃厚できない。
あーちょっとね今回これはねできないかも、ノーコンは、うん、残念だけど、でも私はまだまだ挑戦をする。うん、ちょっとね石を使ってでも何回かやってみて、ノーコンの道が開けたらまたリベンジの動画を出そうと思うけど、もしノーコンができなければ、うん、リベンジ動画は諦める。うん、まあこういう時もあるよね。そうそうそう、しょうがないしょうがないね。自分が持ってるキャラクターによってね、やりやすい超激戦とやりにくい超激戦ってあるもんね。うん、せっかくの私のねベジットさんも活かせないというね、残念ですよ。うん、とりあえずでもあの技のブーちゃんはみんな使えるんで、自分の、うん、自分で減らした HP は自分で取り返しに行くっていうね、うん、キャッチ&リリース的なね、いい子だよ、あの子はいい子だ。うん、ぜひ使ってあげてください。あ、でもあれもフェスで出てきたやつかな、そうそう手に入らないやつなのかな。難しいね、難しいよ。うん、はあ、もうちょっと頑張る。今まだメダル3個でしょ。うん、みんなも頑張って。うん、なんか私の持ってる子たちでいけるよっていうのあったら教えてください。お願いします。ほな。